正規のなさそうな人が来ました。永大さん、おはようございます。雄大さんって DIY とかするの？なんかそんなイメージ全然ないんだけど、うん、テレビに出た時、はい、めっちゃやってたよね。そういえば、あ、もう辛いって言いながらね、うん、大工さんが勝手に床ぶち抜いたんだっけ床面積勝手に減らされたっていうねびっくりしちゃうよねあれがトラウマになってるそれでも二度とやらないあの家どうしてる？まだ稼働中？貸してますよ。よかったね。全然 DIY やるイメージなかった。雄大さんがめちゃめちゃ塗ってます。すごいありがとうございます。え、あのテレビ以来ですか？雄大さんでね、昔テレビ出たことあるんですよ。多分もうね、このチャンネル見てる人ほとんどその事実知らないと思うんですけど、すごいんですよ。もうやり手なんですよ、この人もうね、ごめんなさい、もうそのテレビの話するだけで笑っちゃうんだけどね悪夢のテレビ対決ですって本人がおっしゃってました。普通に直すのが一番ですよ本当にその通りいやでもね、そんなこと言うけど、ちゃんとね、その後も入居者ついて、今でもね、無事稼働中っていうか、だから、まあ、結局、いい物件はいい物件なんだよね。リノベのおかげですか？関係ない。ああ、一応、そのリノベが気に入って、好きだっていう人が、あ、そうか、そうか、そうか。じゃあ、苦労した甲斐あったじゃないですか。そういうことにしましょう。山下さん、今さ、買い付け入れてる物件とかありますか？うん、ない。ない、うん。なんか今年さ、これぐらいは買おうとか、そういう目標あります？ない。入れ替えの予定は？今持ってるのを売って、うん、新しいのに変えるとか、そういうこと。無駄で買って、うん、リノベして、うん、それを売るような、うん、いい物件があれば。戸建ての方が見つけやすくないですか？自転車で行ける距離っていうのは縛りがあって、でもそれさ、直して売るんだったら、うん、自転車の距離こだわらなくてもよくないですか固有だったら近い方がいいと思うけど、うん、売る前提だったら直す間だけじゃん。買えるの大変じゃんもうさ、うん、早い、手が早いんだから、そのままでやればいいじゃないですかいやいやいや、朝の子供のサッカーがあるんで。あ、それはお父さんの役？お父さんの役。じゃあ家に必ず帰らなきゃいけないのね。そう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 。ああ、なるほどなるほど。近い方が1日にできる作業量は増えますよね、うん、確かに。一人でやってるとね、やっぱのんびりしちゃうからね、なかなか進まないってもあるけど。でもなんかそこまでさ、うまいんだったら後進に教えるみたいな、そういうのはないんですか？教えてほしい人多そう。山新宿。そう、山新宿家の近くでそれ買って、うん、DIY 教室みたいなのいいと思う。面白いかなと思って。うん、私も入ります。あ、ほんとに？はいそろそろやりたくなってきたんじゃないですか俺にもやらせろっていう状態じゃないの？アガジーマン時代に鍛えたこの怠ける癖しっかり残ってるんで。あ、そうだ、山新宿っていつまでサラリーマンやってたんですか？10年前か。やばい、年が分かった。今50なの？見えないんだけど。半世紀になりました。驚き。若いよね。びっくりしました。何も出ないけど。知り合った当時はもうお辞めになってたんですね。そう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 。あ、8年前ぐらいじゃないかな。かな。うん、知り合った当時から、うん、まあ、こんなシュッとした感じだったんですけど、うん、変わらない。変わらないよね。本当、年を取らないっていう。なんか鍛えてますか？ジムとか行ったり。ジムは行かないけど、うん、あの走ってるからね。サッカーやってるのは息子さんだけじゃなくてご自身もやってるんですか？自分がやってる。社会人サッカーみたいな。そうそうそう。そういうのにチームに入ってるんですか？40カテゴリー、50カテゴリーのリーグに入ってるんで。ちゃんと本当に鍛えてる人だ。そしたら、うん、唯一の趣味なんで。健康的な趣味ですよね。まあね、うん、お家賃おいくらで借りてたんですか？すごくない？ここさ、トイレもさ、ちゃんと用意化されてるんだよ。今水を塗ってるの？水を塗ってます。そこまでやるすごいな。皆さんに怒られる見た目だってここだけでいいじゃんここだけでいいじゃん。これ塗らなくていい。なんか見た目が変だなツートンだよツートン。スーパーさん、今空いてる物件ありますか？空室ある？そうですね、アパートが。何個のアパートですか？8世帯が。8世帯のうち 2,3 個空いてる？そうですね。結構空室率上がってない？そうそう、外国人の人がやってくるのでは埋まんない気がしてるんで。嘘。最初からずっと外国人の方が多かった？あります。いや、そうでもない。おじいちゃんとか若者とか。あ、そう。おじいちゃんは行けるんじゃない？おじいちゃんあんまり来ない？おじいちゃん来ないですよ。生活保護の家賃ぐらいのやつですか？うんうん、よりも下の価格帯なんで。あ、なら来るんじゃない？来ない？まあ、そう、安いのが好きな人は来るんですけど、うん、あんまりいないんですかね、そういう人。なかなかコロナになってから。ああ、そっか、うん、あ、そこではこういう感じで DIY とかやったりしてるんですか？いや、基本やってないですじゃあ、どんな空室対策を？業者にとりあえず発注して、うん、あとは神に祈るあの、これも有効な空室対策ですよ。神に祈るそれ返済あるんですか？あ、ありますね。じゃあ返済がやばいほどまではまだ空いてない？あ、そうですね、まだ大丈夫。あ、うん、困ってないんで。なるほどなるほど。インバウンドは復活しないかなって。そうだね、まあ、そのうち祈ることすら忘れるもんね空いてましたっけっていうこの柱もコットンで塗るの？はい。同色ですね。
フル稼働じゃん、3人体制。そうですね、ガシガシ塗っていく。すごい、多分山新さん口ではあんなこと言ってたけど、もう塗りたくてしょうがなかったんだね。塗る時のコツとかなんかあるんですか？ムラができないための塗り方のコツとか。真心でいいのかな。嘘。これ真面目に聞いてるんですけど、真心を込めてって本気の回答ですかそれ。本気で言うと、うん、一方通行で塗った方が綺麗になって、下から上に。あ、そういうこと。で、綺麗にムラなくできる、うん、一方方向。あ、往復じゃなくて、先に聞いたらよかったね、ユダイさん。だいぶ塗っちゃったみたいな。言うとうざいかなと思って。マヤさんとかも塗るの早いんですよ。で、しかもね、一発塗りなのよ。全然ムラがなくて、なんでそんなに早く綺麗にできるんですかっていうのは聞いたことあるけど、シャーってやるだけだよって言うからさ、なんかあの長嶋茂雄みたいなんですよ。そんなに言われてもわからんわっていう。塗装はね、一番簡単な方だって言うけど、やっぱりムラなく綺麗に仕上げるの難しいと思うからさ。これは何ですか？これアコ止めシーラーが今届きました。そっかそっか。これをこの今何も当てないところに来るんですね。シーラーってこういうやつなんだ。あ、そうですそうです。一回シーラーしないで、うん、もろもろそれこそ古い物件にやってたら、うん、アク出まくりでした。本当っていう人いるけど、マヤさんやってる時アク出たことない、一回も。いらないよって言うけど、でもその後やった人ね、アクめっちゃ出ましたってすごい言ってた。プロにお願いしたんですよ、うん、シーラーやんなかったらすごいからやっぱやんなきゃって言われちゃって。いや、すごいいいですよ。綺麗、均一。そう、あんまやんないの。何でもできる人なんですよ。ゆうたいさんもすいませんね。いやいや、もうやらない人なんで。あの悪夢思い出したんじゃないですか。あの家の時、塗装とかもやりました？塗装もやってます。塗装もやってた。シーラーってさ、この塗り方で合ってるの、すごい時間かかんじゃない？いや、ローラーは全然。買いに行こうかな、ホームセンターに。シーラーってさ、塗った後乾かさないといけない？そうなんですよ。これもうアフターですよね、うん、この面だけ見るとね、うんうん、いいですかね。いいじゃないですか、撮影に使うからね、うん、物販の。何系のファッションですか？若い子ファッションですね。若い子ファッション、うん、え、ワンピースとか？あ、そうですね、夏だとワンピースとかシャツとか、なんか全然駆け出しだから何が売れるかよく分かってないんですよ。普通さ、そういうの調べてさ、売れ筋を仕入れるんじゃないの？物販の初心者が名前聞いてすいません。売れ筋は仕入れるんですけど、うん、覚えることが多いから、ブランドとかなんかこのラインが売れるとか、それをまず覚えるところから。そのラインが売れるとかいうのはさ、そういうのどっかスクールとかで習うわけ？それとも独学？独学ですね。でもスクールの方が早いとかね、言いますよね。どうだろう、こういう流行り廃りのものってさ、教えてた時はそうだけど、それってずっと続くもんなの、ね、不動産投資みたいにさ、王道とかあんの？ファッションの物販で。いやー、ないんじゃないですか。いや、だったらさ、年がら年中アップデートしなきゃいけないじゃん、うん、独学の方が私はずっと入るというか、スクールに入るのもいいかなって思ってますけど、一個躊躇してるところがあって、若い人が多そうなんですよ。あなたは若いよ。いやいや、全然若いです。いやいやいや、あの20代後半いけますよ。いやいやいや、いけない。いける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 。黙ってりゃ分かんない。いやいやいや、そういう人たちをターゲットだから、そういう人たちの中に入っていった方がやりやすいんじゃない、うん、まあ、そういう人の感性を、うん、そうだよそうだよ、たちが習い、そうだよ。もうアラビアのさ、おじさんたちとつるんでる場合じゃないよ。いやカルとかぶるかもね。でも借り主さんのこととか考えたら、若い子とか飛び込もうかな、じゃあ。うん、それもいいかも。いや、いいと思いますよ。なんかやっぱスピードアップするから、うん、いいなとは思う。それはそうだけど、副業の副業なのにお金がないから始めてるのに、どんどんお金が飛んでいくっていうね。そうそう、このジレンマ。そうそうそう、アパレルだけだ、ね、いろいろな目的があってやってるから。え、物件、この物件、この物件を借りた目的？そう、借りた目的。本当、アパレルだけじゃないの？あ、そうそう、倉庫が一番、埼玉の方は私もっと行きやすいじゃないですか。そうなんだ。あー、そうね、こっちも攻められるかなと思って。山手線徒歩圏で2万円台の倉庫をお探しの皆さん、あのぜひ DM ください。くれた頃にはなくなってるかもしれません。この物件どうやって見つけたんですか？賃貸付けの業者さんでいい担当者さんに出会えて紹介してくれたんですよ。ネットに出てなかったらしいですよ。ネットに出てないんですよ。今ゆうたさんがさ、一生懸命塗ってるシーラーって、なんかこの砂壁模様の壁紙自体がなんか湿ったような質感だから、どこが塗ってんのか塗ってないのか、いまいちわかんないよね。ゆうたさんが壁塗ってるとこなんて貴重動画じゃないですかこれ。もう珍しいよね。なかなか撮るのはね、ご自身の物件でもあんまりやらないだろうし。自分のレッスンやってないの。本当だよ。本当ですか？ごめんなさい。もううちの息子はね、全然付き合ってくれないから。
ちゃう反抗期ですか。反抗期じゃない、普通じゃない、高校生になってさ、母親のさ、ね、行くところについてくる、来ないね。 そうでしょ、びっくりでしょ、高一でもあと3年で選挙権ですよ、ね、そうか、成人しちゃう、そう、もう大人扱い、なんだ、怖い、なんか進路的な話とかするんですか、するする、うちは浪人させないよとか言ってるから、もうそうそうそう、3年後は大学に行くか就職するかどっちかだよ。で、知り合い あの職人さんところの工務店に、うん、あのもしあの受かんなかったら拾ってくださいってお願いしてる。18歳ピチピチの不器用ですみたいな。落ちたら話つけてやるからねって言ってやる。すごいプレッシャー。そこに入れよって。で、お母さんの不器用を直すんだ。家は出るんですかね。一人暮らしとかするのは家賃がもったいないじゃん。あ、理想はあの私のシェアハウスに家主として住んでもらって、管理者になって、そう、管理者になって、あの、そう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 、客付けもやってくれっていう、確かに、そうそうそう、友達を片っ端から誘ってみんなで住めて、一応そそろ出してんだけど、乗ってくれるかどうか分かんない。礼金じゃないんだけど、一人決めたら1万円とか、うん、お、清掃してくれたら月何万円とか、あ、いいね、うん、そういう感じで考えてるんですけど、うん、そんなうまくいくかどうか、本人のね、そう、そう、あとね、徒歩圏の大学に受かる保証がないっていうね。これで何リットル、なんだろう、 4キロ、アクドメール。そのまんまやんけ。これが2つぐらいいったってこと、1つで足りなかったんでしょ、だって、そうなんです、あ、これどれぐらい、6畳1間ぐらいか、そうですね、あ、6畳1間の壁全面塗るのに4キロが1つでは足りません。そう、うん、自分で塗ろうと思ってる人はこれも最初から2つ買ってください。言っときますけど、皆さんそこそこ時給高い人々ですよ。予定高くて一生懸命壁を塗ってるっていう、すごいよね、すごい世界だよ本当に。初めてね、間もなくと化粧ローも全然ない人、自分でやりましょう。終了です。ありがとうございます。え、もう、あ、こっちも、これ全部終わってんの、うん、終わった、ありがとうございます。早っ、全然わからないね、これ。すごい、めちゃめちゃ早い。もうプロっすわ。すごい。そう、さっきからそればっかり言うの。それは否定しとって。じゃあ、プロ、波。まあ、いいと思う。よかった。否定されなかった。綺麗。壁綺麗だね。広く見える。ですよね。うん、単一で塗るからかな。うん。広くするだけでね。うん。白は正義。そう、うん、コットンですよ、色、うん、白ってね、めちゃめちゃ色の種類あるからさ、うん、あ、アルミ缶みたいな、そうそう、あの真っ白、真っ 真っ白やるとさ、なんていうの、バカ殿みたいになる色あるから、そこはね、気をつけてください。真っ白はダメです、うん、そう、本当の真っ白はちょっと違うんだよ。あれあれ、なんか違うっていうのになるから。これすごい綺麗な色、美しい、素晴らしい、お疲れ様でした。美しいです。家の壁クロスも全部やったし、それはもはやコスパ中というより趣味じゃないでしょうか。神奈川某エリアの服を手に入れた時も来てくれて、うん、私は DIY はあんまりやんないで、物件探しとか自分の時間にしようと思ってたら、あるよあるよとお金なくなってったから DIY に戻ったんですよ。夫の支配力が強すぎる人ってどうしたらいいですか。奥さんがあんまりやることにいい顔しない人、いるいるいる、塗装はこれで完成、はい、はい、おめでとうございます。